はい、ではですね、信長の野望大使 with タープキット。天王山シナリオの蒲生氏里編ですね。第14話ね、始めていきます。結構ね、仲間にね、なったお家がね、あるので、ちょっとね、人数の方を確認していきましょう。あ、58拠点で165。だいたい1拠点に3人ずつぐらいね、配属、2、3人ぐらいに配属できるような形になってきましたね。これだとだいぶいい感じになってきたのかなとは思います。じゃあどっか宣戦布告できる場所あればしていきたいなと思います。徳川さんは、まだ戦っちゃまずいね。北条さん。北条さんあたりだったら戦っていいかもしれないですね。はい。徳川さんはね、同盟ね、できないんですよね。したいんですけどね。外交を閉ざしているようなんでね。はい。ではね、北条さん勝てるよね。問題なさそうだよね。多分勝てる場所ありますよね。はい。ではね、宣戦布告します。我らの力、見るがよい。助立ちに参った。あとはあれかな？これまだ、あ、同盟に関して、あ、婚姻同盟しちゃうとダメだね。同盟延長をね、24ヶ月しておきましょう。はい。二条五章取ってないんでね。まだまだね、婚姻同盟したまずいですね。16000。ここなら良さそうですね。18000で。おお、ここだとなんか58000持ってくる。これはいいんですけど、こっちの方が兵が少ないんで勝てないですね、ここはね。すごいやりたい場所ですけどね。ここですね。くるり。で、23000ぐらい持ってきますか。するぞと、ここになんか集まりましたね。3万。まあ、ちょっとほっといてみますか。うん。ほっときましょう。で、ちょっと建築して、ちょっと準建所建てておきましょう、いっぱい。あ、こことかすげえいいんじゃないの？こっちとかの方が。ここより。八王子の方が。こっちの方が良さそうですね。こっち行きましょう。25000持っていけばね、こっちの方が。特にゼロになるお城はなさそうですね。こんな感じで進めていきます。皆の力、合わせよう。我が領内に敵が迫っております。34000敵迫ってくる。いいですね。進むぞ。減らないですね。進むぞ。減らない。じゃあ後でつきましょう。北条と徳川は、徳川に鬼が立ちます。力を貸すぞ。敵が我が領内に向かっております。1万5000。おう、ここ別にいらないからあげちゃってもいいんだよね。進むぞ。これでもこっち取れるんじゃないのこれ。進むぞ。うん、ここもまあまあこんな感じでちょっと様子見ます。みんな活動機を上げよう。取れましたね。そしたらここ取れそうな感じしますよね。行くぞ。後に続け。あと何日こっち集まんの。あと26日で到着する。こっちはあと何日 ?18 日。いい感じですね。はーい。次なる戦も必ずや勝つ。みんな勝ち時を上げよう。戦場有利だったんでね、勝てましたね。そしたら小田原はちょっと厳しいと思うんで、このまま玉縄ですね。後に続け。こっちは多分また即ペロっていけるとはずです。はい、皆の力合わせよう。まだ死にとうない。報告いたします。はい、武将一人死んじゃいましたね。表情を始めよう。かような策はいかがでしょうか。刀狩りが取れる。取っときたいね、刀狩りね、一応。当分先だね。取れないですね。じゃあ、農業と、軍事。これにて表情を終わる。特に欲しいものないですね。あ、米流通。少量ね、流通がね、多いのは、これはいいですね。下地を。では、闇取引をして。皆の力、合わせよう。兵糧を買います。取引を行いましょう。はい、失敗しました。では、歩兵しましょう。かしこまった。ちょっと増やしておきましょう。かしこまった。はっ。あ、ここなんだかんだで3人が入ったんだ。そしたら歩兵でちょっと耐えられるんだったら。かしこまった。ちょっと置いておきましょう。こっちも歩兵しておきましょう。あ、これあれですね。帰ってきちゃいましたね、どっかからか。そしたらこれはもういらないですね。この部隊返します。そうするとあと10日以内で多分帰ってこれると思うんで、4人ぐらいで防衛できるんで、かなりここ持ちますね、ここはね。そしたら、ここら辺で、こっち取りか、こっちを取りか。府中欲しいね。こっちと取り行きましょう。あんなんもいらないし、こんな舞台いらないな。20日いらない。22日いらない。12日もいらないかな。13日もいらないですね。じゃあこんな感じで。あ、でもこれが1万いくつ結構いた。3万4000いたか。でも1万9000ですよ、マックスね。じゃあちょっと、2万ぐらいで、とりあえず行きますか。出陣します。じゃあこんな感じで進めていきます。兵糧を変えましたよね。で、変えなかったんですよね。まだ全然、あれですね。かしこまった。商業の伸びしろはね、金銭の収益の伸びしろはいっぱいあります。標高19日早いですね。はい、4人戻ってきましたね。で、兵もいっぱいいるんで大丈夫ですね。2ヶ月半ぐらいしか持たないんだ。行きます。こっち上限どんぐらいだ？こっち19000、21000。ああ、ここあれか。勝てないね、これはね。上限的に無理ですね。ってことはどっかに、この準賢者生きてるわけじゃないですね。どっかになんか準賢者、あ、生きてるはずなんですよね。届く準賢者はあるはずなんですけど、ここに。どこにあるんでしょうかね。こんなとこから届かないですよね、絶対準賢者ね。どこなんだろう。わからないですね。わかればね、あ、ここだ。ここですね。解除で、これを解除して。出陣しよう。これちょっと壊しに行きます。で、この不臭を取ってから、こっちに上に行きたいから、21000で大丈夫ですね。いけますね。じゃあ進めてます。みんな、勝ち時をあげよう。行くぞ。じゃあ、岬行きます。進むぞ。で、こっちも来ましたね。じゃあ、籠城しましょう。籠城で。ちゃんとこれ作ってればもっとね、行くんですけどね。しょうがない。岬は強行51日。勝ち戦だ！勝ち時を上げよう！はい、さっきガムさんのところは、ね、走り抜くことできましたね。そしたら参ります。石塚行きますか。後に続け。石塚、鳥山で、この北条さんを討伐っていう感じで。報告いたします。先月の収支です。下地を。じゃあ兵糧を買います。取引を行いましょう。では、手紙、なんか減ってましたね。あとは、あれか、お白持ちから白持ちじゃん、上司から上司、蹴られた感じですね、きっとね。何かしたかったんです。忘れました。とりあえず、商業も進めておきます。かしこまった。これ100になってもできないのか、やっぱり。厳しいですね。省略。はい、誰も裏切ってくれる人はいないですね。はい。あ、歩兵だ。歩兵やってなかったね。あと、ここも。こんな感じかな。歩兵これで終わってると思います。じゃあ、進めていきます。勝ちは揺るぎません。ありがとうございます。誇りにかけて負けはせぬ。あ、ここ触れば取れない。手を打とう。出陣しよう。あ、取れないか。横16日じゃちょっと攻めていきましょう。で、ここ取っちゃえば準剣場。壊さなくても、こっちが有利になっちゃうんだね。はい。あ、これが戻ってきた。石塚が戻ってきた。行きます。そしたら、ここですね。出陣します。皆の者、勝ち時をあげよう。はい、しかも、大田原、狙われてたところが、はい、解放されちゃいました。はい。これはラッキーですね。じゃあ、このまま石塚行きます。進みます。で、これは、こっちの上の方の北条さん狙おうかな。手を打とう。1万。ここら辺？うん。まあ、ここら辺でやってみます。こちら揺るぎません。ありがとうございます。勝利の光が我が道を照らしている。20日ぐらいだと嬉しいな。34。商いを始めましょう。報告いたします。北条さんもだいぶ北条さん、あれでしょ、もう、拾ってるでしょ。もうあとちょっとしかない。うん。で、こっちが、あと38日持つ。ちょっとこっち行ってこっち行くの、ギリかな。32、4日で着くかな、こっちに。38と、32。あ、6日あればつくね。はい。6日あればつくと、信じます。はい。ということで、兵糧買ったかな？取引を行いましょう。皆の力、合わせよう！皆の力、合わせよう！みんな、勝ち時をあげよう。はい、ということで、いや、94歳。もう寿命でしょう。やばいっす。何歳までいけましたか、武将は。はい、ではね。進むぞ。こっち行きます。1万3000で来る？進め！行くぞ！進め！こんな感じでね、進めていきます。立てますね。負けちゃった。負けちゃったか。めっちゃ北条さん、今は3回です。したらこれをこっちに持ってきますか。皆の者、我に続け。ホイール59日ですね。ちょっと時間かかってきましたね。まあ、休みやってないからしょうがないですけどね。こんな感じかな？こんぐらいいれば、8700。1万が来たら潰されちゃう。あと2000か3000。こんな感じかな。これで両方固まってもなんとかなるでしょう。進め。で、戦場が19000対15000ですから大丈夫ですね。勝てますよね。はい。兵糧の消費がね、どのぐらいか見てないですけどね。この城もらい受ける。はい、ここでもらい受けたので。こっちあと何日？あと15日。あと15日兵糧持つ。あ、大丈夫。勝てますね。行きます。4日ですんでね。はい。後に続け！あ、ちょっと兵を持ってこう。部分入場して。誰を入れようか。ちょっと蒲生氏貞いるよ。に続け。これで確実にね、勝てると思います。勝利の光が我が道を照らしている。はい、ということでね、勝つことできました。じゃあ蒲生さんは行きます。ここで出して倒すか、こっちか。ここを倒して出陣します。はい、ということで第14話はですね、こんなような形でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。あと少し内政ね、やっていきたいなと思います。報告いたします。先月の収支です。表情を始めよう。表情は、論議が必要でしたね。論議を取っておきます。これにて表情を終わる。あと、刀上がりやるには、あとは、農業ですね。農業があればいい感じですね。あ、サラサラ欲しいね。サラサラもらいます。おー。2人。もう武将結構多くなってきましたからね。こんな2人で、おーって喜ぶことでもなくなってはきましたけど。とりあえず兵糧を買います。闇取引やってないですね。皆の力合わせよう。取引を行いましょう。ありがとうございました。あと母兵ですね。やっとかないと忘れちゃうんでね。承知いたしました。まあ、このぐらいかな、多分。1箇所ぐらいかな。あと、ここら辺も取ったかな。まあ、終わってるっぽいですね。問題なさそうですね。ここやってないですね。承知いたしました。問題なくて。宇都宮もね、防衛しておきましょう。承知いたしました。あと、どっか防衛してた場所。どっか防衛してた場所にちょっと、自分で入れたはずなんですけどね。足軽をね、まあ忘れちゃいました。どこの場所、防衛してたのかね。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。